最後の曲です、ね、楽しかったですね。涙が出ちゃいました。もう声なんて出ないもんだと思ってやってましたもんね。最初もだってね、僕らリハーサル 2回やったんですけど、最初ね、南林間出てるぞ、ね、なんでだろうね、すごいね、この力なんだから、ね、すごいよ、パワーってすごいよ。よっしゃやろう。なんか調子に発動しないって声が、ね、ありましたけどね、まあその通りなんかもあんないですよ。じゃあ最後の曲でございます。今宵も全ての、はい、大変でしたね。なんか変なウイルスが流行ったらしいですよ。今は昔ですね、その時大変だったと思うんです。しかしですね、我々生き残ってましたね。酒飲みと酒を提供する店ね、その関係っていうのはもう人生においてすごく深いものがございます。人間のその生命力を表す明かりでございましょう、夜景って。飲んでる明かりはね、飲み屋さんの明かりを消さないでほしい、僕は。あれは人が生きてる証拠の明かりだから。昼間働いてだって夜も飲んでる元気な人が集う場所、その証明じゃないですか。そんな人たちがたくさんいるよという。で、夜のこの明かりの方が僕が好きかなって思って作った曲でございます。明かりを消さないでいてくれてどうもありがとうございます。サムズアップ。この系列僕大好きです。最初パワーズ行って、この前パワーズ2行きましてですね、サムズアップやっと来れました。サムズアップ、それをお導きいただいたの実は智彦さんだったりするし、中島のリリーたちがサムズアップでやるなら来るよってね、ストップレンチャー言ったし、いろんな人に助けられて、っていうかもう喉やばいから、もういろんな人におんぶに抱っこできて、多分出てるよみたいな。明かりを消さないでくれてどうもありがとうございました。今日会ってくれてどうもありがとうございました。そう思うんですよ、だから僕は今宵も全ての酒場に愛を向け歌う。人生は長すぎる。誰かのブルースが椅子の下に溜まってら、吐いても吐いてもまたすぐに溜まってら、よく聞いて子供たちよ、いさかばに出会えたなら、人生は勝ちだ、バーカウンターの上で全て学べ。お前の行く道が暗くしけてるとき、何も言わず横で飲んでくれるやつを友と呼んで大事にしてね。そう思うんですよ、おじちゃんたちはね、そうでしょ。言うやつなんてもう知らない、もうそばにいてくれて、いいじゃん。
すべての酒場に愛を向けて、君がいなけりゃ寂しくて眠れない。マイルスのラッパが深く酒に溶けるのは、酒が彼を愛し、酒も彼を愛したから。なぜ神様人に酒持たせたか知ってるかい？涙を洗い流し先に進ませるためさ。明日に向かう覚悟ができたやつから、家路に着くもんさ、無理に引き止めちゃいけない。あとは一人でやってるさ。心が汚れるよりいいじゃんか。あなたはやっぱ笑顔がいいじゃんか。本当に大丈夫。